ソビエト赤軍による、ウクライナ語のポスター、息子よ、赤軍の将校の学校へ入学しなさい。そうしてくれると、ソビエトのウクライナは安泰じゃ。ウクライナ化は、生活の処分野における、ウクライナの言語と文化の諸要素を政治的に促進し、実現するものである。とりわけ1923年から1933年に、かけてウクライナ社会主義共和国において、 ソ連政府及びソ連共産党が行った公式の民族政策を言い1923年に第12ロシア共産党大会で決定された非ロシアの自治共和国におけるこれにザーツや政策の一種である。政策の目的はソ連政権とウクライナ人との間の摩擦を和らげ軍事的支配のみならず効果的な政治的支配及び行政的支配を 確定することにあった。政策の方法は、ウクライナ語の教育及び出版物の普及、共産党や赤軍へのウクライナ人の採用などであった。ソビエトの政権がウクライナで確立した1921年以後、ロシア人とユダヤ人を中心とした、ウクライナ共産党の幹部は、ロシア化を促進していた。 ロシア語は都市を拠点とする先進的な労働者階級の言語として重視され、ウクライナ語は町村を頼る交代的な農民階級の言語として迫害された。当時のウクライナの人口の8割が農村部に住んでおり、また、ウクライナの農村が常に反ソビエトの放棄の中心であったので、ロシア化政策をめぐって、ウクライナ人と共産党関係者は対立していた。 そのために、ウクライナ共産党には、ウクライナ人が非常に少なく、党員には3割、幹部には1割弱しかいなかった。1919年に、ウクライナでの支配を確実なものにするために、例にを中心とした、モスクワの政府は、ウクライナ人に対する柔軟策を義務付ける、ウクライナにおける、ソビエト政権についてという指令を出したが、ウクライナ共産党の幹部は、 その指令に反発し、実行に移さなかった。また、1923年に、ソ連政府が、これにザーツや政策を定めた後も、ウクライナの幹部は、ロシア化を進めていった。しかし、1925年に、ウクライナ共産党、第一初期に、スターリンの古文ラーザリ・カガノービチが任命されると、状態一変し、ウクライナ化が始まった。 スターリンとカガノービチの努力により、ウクライナ共産党幹部に、シュム務式ーフビリョビー、スクルイープヌイクをはじめとする、ウクライナ人の政治家が入った。彼らは、民族共産主義グループと呼ばれ、ウクライナ民族文化の発展のために、ウクライナ化政策を有効的に利用した。1923年から1927年にかけて、ウクライナ化政策により、 ウクライナ共産党に、ウクライナ人の党員は3割から5割まで増加した。しかし、幹部には、ウクライナ人が以前と同様に少なく、2.5割しかいなかった。1927年までに、ウクライナ共和国にあった5分の4の大学は、ウクライナ語を講義用言語とし、共和国内に出版される、ウクライナ語の書物と新聞の数はロシア語の書物と、 新聞の数を上回った。スクリープニクの決断により、ウクライナ語は、赤軍の昌兵学校の一部に授業用言語として、導入された。大きなウクライナ人の居住地があるクバーニやカザフスタン、などでもウクライナ語学校が開校され、ウクライナ語のマスコミに対し活躍の場が与えられた。1920年代後半に、ウクライナ化政策は、ウクライナ文化の再生する一方で、 ソ連の中央集権政府が望んでいなかった地方分権化を促した。そのために、ウクライナ化政策に不満を表明する共産党幹部の一部は、ウクライナ化の指導を分離主義者、民族主義者と非難し、党内でウクライナ化の廃止キャンペーンの準備を進めた。1927年以降、カガノービチの推薦によりウクライナ化の規模が次第に、 縮小されるようになり、ウクライナ共産党は、ウクライナの資本主義的な民族主義との戦いが、開始した。1932年に、ソ連政府のスターリンとモーロトフは、ウクライナ化を、ペトリウラ主義者の政策、ウクライナ民族主義的変更として批判し、1933年に、ウクライナ化政策を完全に廃止し、ロシア化を再開した。 ウクライナ民族共産主義ゲループの指導者は、自害に追い込まれ、ウクライナ化によって芽生えた、ウクライナの新知識人は逮捕、粛清されていった。1920年代のウクライナ化政策に関して、ヤロスラフ・フリッツアークリビウ、国立大学歴史研究所長のナリーズ・イストリー、ユークレーニ、フォーミュバニア・モダノイ・クレンス・コイ・ナツイ、ジックス、XX ・スタリテアにおいては、 力強いウクライナ民族運動の成果が一面として除述されている。ありがとうございます。